本村信子君。はい、日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。刑事訴訟法の改定案について質問させていただきたいというふうに思います。位置測定端末によって保釈された被告人を監視する問題についてまず確認をさせていただきたいというふうに思います。保釈許可人数と保釈条件違反による保釈取り消し人数ですけれども、先日 の法務委員会で吉田晴美議員に対して最高裁がお答えになりました。2021年地方裁判所において終局した事件において保釈された人数は15,595人、そして2021年に保釈の取り消しがなされた被告人は延べ94人と答弁がありました。その直近の数字で保釈取り消し事由ごと の人数をお示しをいただきたいというふうに思います。松下刑事局長。お答えいたします。直近の保釈取り消し事由ごとの保釈取り消し人数についてというお尋ね取り返いたしましたけれども、法務省において把握しているところを申し上げますと、令和3年中の通常第一審終結前に保釈を取り消された被告人のうち、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとして1号ですね、96条1項1号として保釈を取り消された件数は22件、逃亡しまたは逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとして保釈を取り消された件数は27件、罪証を隠滅しまたは罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとして保釈を取り消された件数は11件、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められるもの、もしくはその親族の身体もしくは財産に害を加え、もしくは加えようとし、またはこれらのものを依附させる行為をしたとして保釈を取り消された件数は5件、住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとして保釈を取り消された件数は45件でございます、であったと承知をしております。本村信子君。はい、ありがとうございます。法務省がこの法案の背景経緯の一つとして挙げております保釈取り消し人数の増加についてですけれども、確認ですけれども2019年よりは、減っていると、直近で減っているということでよろしいでしょうか。松下刑事局長。そのように承知しております。本村信子君。減っているということなんですけれども、保釈取り消しの理由ですとか背景を詳細に分析をする必要があるというふうに考えますけれども、これは大臣にお伺いをしたいと思います。斉藤法務大臣。ご指摘の保釈の取り消し理由等の分析につきましては本法律案の立案過程で必要な調査を行ったところであります。また法制審議会の部会においても保釈の取り消し理由の内訳についての調査結果や保釈の取り消し人数の動向等に関する資料を配布し、それらを踏まえてご議論をいただいてきたところでございます。本村信子君。逃亡なんですけれども、逃亡を実際に、したという方、あるいは疑いがある方ということですけれども、さらに詳細な分析があればお示しをいただきたいと思います。松下刑事局長。お答えいたします。さまざまな事案があるところではございますけれども、失礼します。事案があるところではございますけれども、逃亡事案についてさらにそのすべての逃亡事案についてそれぞれ その事情等について調査を、するということにつきましては、まず逃げたままになっている人については調査が困難であるということをご理解いただけると思うんですけれども、その過去に逃亡したことがある人から遡って調査を事情聴取するということになりますが、逃亡に至った事実経過等をですね、例えばすでに裁判が終わっている方とかそういう方についてお尋ねして特定していくという作業はなかなか困難でございますし、実際そこまでの作業は難しいと考えておりますので、そこまでのことは行っておりませんけれども、先ほど申し上げたような保釈取り消し事由の内訳等も
を踏まえて、あとその人数も踏まえて、まあ、こういった問題が起きているということをご理解いただくには十分な調査が行われたと言っていいのではないかなと思っております。本村信子君。はい、法務省が挙げている近似の主な逃亡事案についてなんですけれども、詳細に検証をし、出国手続きですとか被告人など の収容に関する課題を明確にする必要があるというふうに思いますけれども、明確になっているんだったらお示しいただきたいですし、今後やるんであればやるということでお願いしたいと思います。松下刑事局長。お答えいたします。ご指摘のような観点からの検討といたしまして、本法律案の立案過程で、例えばその海外渡航禁止等を条件として保釈された被告人が、第一審継続中に当該条件に違反して本邦から不法に出国し、いまだ身柄拘束に至っていない事案ですとか、実刑判決が確定した者が収容のため来訪した検察庁の職員らに対して包丁を向けて脅した上で逃亡した事案といったことがございました。こうした逃走事案の中で、本人の身柄が確保されていない事件もあるわけではございますけれども、どうした経緯で、どんなような方法でというようなことについて、可能な範囲で調べた上で、そういったことなども踏まえまして、現行の制度における課題を分析いたしますとともに、法制審議会の部会におきまして、現行法での対応に限界があるということや、実務上の問題点、それらを踏まえて必要と考えられる法整備の内容について、ご議論をいただいたところでございます。本村信子君。もう少し具体的に言っていただくとありがたいんですけれども、言えますでしょうか、もう少し具体的に課題について、出国手続きですとか、収容に関して。松下刑事局長。お答えをいたします。お尋ねについて申し上げようとしますと、この今回の法律案 の改正案を提出した趣旨ということに、なってしまうんですけれども、例えばその保釈中の被告人が公判期日に出頭しないということに対して、罰則がないということが問題であるということで、罰則という形でその出頭を確保するというような必要性でありますとか、あと保釈中の被告人等に対する監督というのが、結局その事実上の身元引受人によってでは足りないと、またただの保釈保証金の金額を、ただの失礼しました、保釈保証金の金額を高くしただけでは、それなりの資産があって逃亡する動機の高い人には十分な抑止力にならないですとか、そういったその実際の事件からのさまざまなその教訓等を経て、やはりそのきちんとその国家の刑事司法作用を機能させるためには、やっぱり裁判にきちんと出頭していただかなくてはいけないし、それからその出頭していただいてきちんとその刑事司法において審理がなされる必要がございますし、その手続きにおいて身柄を確保されるべきという人がきちんと確保されるようにして、その国民の皆様 その安全安心なに資するようにしなければならないという、そういったさまざまなその教訓を得て、本法律案を提案させていただいているということでございます。本村信子君。はい、そういうことなんですけれども、問題はいくつもございまして、この問題についてその日弁連 の皆様方がですね、電子監視制度や在宅拘禁制度は被告人のプライバシーを侵害し、行動の自由を制限するものであると、したがって現在の制度下でも保釈されているような被告人に対し、これらを適用することは人権制限を拡大することにほかならないと、我が国においてそのような人権制限の拡大を正当化するような立法事実は極めて乏しいと言うべきであるというふうに述べておられます。で、この法案の制度ではなくて、原則としてお伺いしたいんですけれども、1測定端末によって保釈された被告人を監視することは重大な人権侵害に当たるという認識が大臣にはありますでしょうか。斉藤法務大臣。ご指摘のですね、本法律案における1測定端末装着命令制度、これはその命令を受けた者の位置情報を裁判所、検察官、司法警察職員等が把握できるようにするものでありますので、対象者のプライバシーに関わるものであると
というふうには認識しています。でその上で本法律案におきましては、保釈中の被告人の国外逃亡を防止するという目的の達成に必要な最小限度の範囲で端末時情報を取得する上、その位置情報を閲覧して把握することが許される場合を、遵守事項違反が検知された場合等の一定の場合に限ることとしておりまして、その権利制約が必要最小限度のものとなるように配慮しているところでございます。本村信子君。最小限度というお話がありました。そこでちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、現在の制度の下でも保釈されているような被告人には位置測定端末はつけないということでよろしいでしょうか。松下刑事局長。お答えいたします。保釈の許可をするかしないかというのは、個々の被告人の状況等に事情によって異なるものでございますので、今その保釈をされている人に必ずしないとかするとか、そういったことをここではっきりと申し上げることは困難でございます。ただその位置測定端末装着命令制度の対象となるのはあくまでも国外に逃亡する恐れがある方に限定しておりますので、現在 の、 保釈の運用でいきますと、その海外逃亡の恐れがすごく高い方についてはなかなか保釈が認めがたいようなことになっているのではないかなと思われますけれども、それも保釈保証金を高額にすることによってその保釈されている場合もあると思いますし、ちょっとそこは一概に申し上げることができないことをご理解いただければと存じます。本村信子君。はい、もう一つ確認をさせていただきたいんですけれども、同じく日本弁護士連合会の皆様の意見書なんですけれども、包括的に自由を奪う身体拘束と比較すれば、電子監視や在宅拘禁がより制限的ではない装置であることは否定できないと。身体拘束されている被告人が電子監視や在宅拘禁を適用することにより解放されることは望ましいということができる。人権制限は必要最小限度でなければならないことからすれば、このような代替措置を整備することが要請されるというふうに書かれております。で、法案なんですけれども、この位置測定端末により保釈された人の位置情報を取得する制度は、これは人権制限に関しては必要最小限度と言えるというふうに大臣はお考えかという点を改めてお伺いしたいと思います。斉藤法務大臣。本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を受けたものの、位置測定自体は、これは機械的、自動的に行われるわけでありますが、裁判所、検察官、司法警察職員等がその位置情報を常時閲覧すること、これは許されないものとしております。で、裁判所、検察官、司法警察職員等がその位置情報を閲覧して把握することが逆に許されるのは、所在禁止区域内への所在や位置測定端末が身体から離れたこと等の遵守事項違反が検知された場合や、公印上収容上の執行により身柄を確保する場合などに限定をしているところで、あります。このように本法律案においては、位置情報が対象者のプライバシーに関わるものであることを踏まえた上で、保釈中の被告人の国外逃亡を防止するという必要性が高く、そのための手段として有効性が高いことに鑑み、必要最小限度の範囲内で位置情報を把握できることとしており、その権利制約は必要最小限度のものになっていると考えております。本村信子君。そこでお伺いしたいと思うんですけれども、裁判所は保釈された人による国外逃亡を防止するために、位置測定端末の装着を命じることができると法案ではなっておりまして、飛行場の周辺等の所在禁止区域内への所在や、位置測定端末の取り外し等が確認された場合には、原則として位置測定端末装置命令を受けたものを封印することができるとなっており、所在禁止区域内への所在、位置測定端末の取り外し等は刑事罰、そして、保釈取り消しの対象となっております。で、この刑事罰の適用は、この権利制限という意味で必要最小限度を超えるのではないか
というご意見があるんですけれども、その点、どのようにお考えでしょうか。松下刑事局長。お答えします。本法律案におきましては、一測定端末装着命令を受けた者が、裁判所の許可を受けないで、正当な理由がなく、所在禁止区域内に所在したとき、あるいは裁判所の許可を受けないで、正当な理由がなく一測定端末を自己の身体から取り外したときなどには、裁判所は保釈を取り消すことができ、その場合には保釈保証金を没収することができることとしております。もっとも、その保釈の取り消しというのは、いわば被告人を保釈される前の状態に戻すものにすぎませんし、保釈保証金の没収につきましても、被告人の中には、納付した保釈保証金を放棄してでも逃亡するものはあるということなどからいたしますと、こうした行為が行われた場合に、保釈の取り消しや保釈保証金の没収をすることができるということだけでは、国外逃亡に対する抑止力として十分ではないと考えております。従いまして、国外に逃亡することを抑止し、公判期日への出頭等をより一層確実なものとするために、一測定端末装着命令制度を設けるにあたりましては、先ほど申し上げたような違反行為に対しては、厳正に対処すべきものであるということを示して、強力に抑止をするというために、罰則を設けることが不可欠であると考えております。本村信子君。これに関しましては、人権制限、必要最小限度と言えないのではないかという意見はですね、重く受け止めないといけないというふうに思っております。で、保釈監督者制度についてもお伺いをしたいと思うんですけれども、裁判所はですね、保釈などに際しまして、監督者を選任し、被告人とともに公判期日に出頭することや、被告人の住居、労働または通学の状況、身分関係その他変更などについて報告を求めることなど命ずることができるようになります。また監督者が義務に違反した場合には監督保証金が没収され、保釈などが取り消されるということ取り消されうるというふうになっております。そして従来のですね、身柄引き受け人制度と違って、報告義務や逃亡防止、出頭確保の法的義務を負うことになります。で、法務省は、監督者に迷惑をかけてはいけないという心理状態になるような関係が、被告人と監督者の間にある場合というふうに説明をしております。で、従来は同居の家族ですとか、親族、会社の上司、同僚、友人、知人など、身柄引き受け人として運用されてきたというふうに思うんですけれども、これまで身柄引き受け人では、これまでの身柄引き受け人では不十分で、監督者制度であれば、保釈が認められるケースというのは、どういうケースになりますでしょうか。松下刑事局長。お答えします。本法律案の監督者制度の下で、保釈を許可するか否かということにつきましては、個別の事案ごとに裁判所において、監督者の選任の有無だけではなく、逃亡の恐れの有無や程度に関わるさまざまな事情を含めて、当該事案に係る事情を総合的に考慮して判断される事柄でございますので、お尋ねのような事例として、どのようなものが想定されるかについて、一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにしても裁判所においては、監督者制度の趣旨を踏まえつつ、適切な運用がなされるものと考えております。本村信子君。はい、この点については、ちょっとまだわからないということだというふうに思います。それで大前提の一般論についてお伺いをしたいんですけれども、刑法の権力性からすれば、単に威嚇効果があるというだけで罰則を科すということは許されず、実際に法益侵害の結果が生じた場合に、処罰をする侵害犯を原則とするべきだというふうに考えております。で、危険犯については侵害される法益の重大性と法益侵害が現実化する危険性等を考慮して、刑罰を科すのが、必要、科すのは必要最低限でとどめるべきだというふうに思いますし、法益侵害を回避するために有効な他の手段がある、代替手段がある場合は、刑罰を科すことは許されないというふうに、一般論ですけれども、思いますけれども、この点については法務省のお考え、いかがでしょうか。松下刑事局長。お答えいたします。前提といたしまして、公格上の概念としての侵害犯は、犯罪の成立に法益侵害の現実の侵害が必要とされている犯罪を言い、危険犯というのは犯罪の成立に保護法益の
侵害の危険が必要とされている犯罪を言うと解されているものと承知をしております。でこの前提でこの分類なんですが、保護法益や実行行為として規定されている行為の性質などに鑑み、犯罪の成立に実際に法益が侵害されたことを要するか、あるいは法益に対する危険の発生を要するかの違いがあることによる分類でございまして、侵害犯の処罰が原則であって危険犯の処罰はできるだけ避けるべきとのご指摘は、必ずしも当たらないのではないかと考えておりまして、現行法においても必要に応じてさまざまな危険犯が設けられていると考えております。本村信子君。じゃあ具体的にお伺いしたいんですけれども、公判期日不出頭や制限住居からの離脱が生じただけでは逃亡の危険性が高まっているとは言えない場合もあるというふうに思います。例えば仕事が忙しいですとか、転勤を理由とする場合ですとか、刑事裁判への不安感などもあるかというふうに思います。で保護法益としては国家の公金作用と、この侵害の危険性は低いというふうに思うわけですけれども、でこの時点で罰則を制定するというのは行き過ぎではないかという意見がありますけれども、その点はどのようにお考えでしょうか。松下刑事局長。お答えいたします。現行法上、保釈や勾留の執行停止をされた者が召喚を受けた公判期日に正当な理由がなく出頭しない場合、裁判所の裁量で保釈が取り消されて刑事施設に収容されうるほか、保釈されている場合には裁判所の裁量で保釈保証金が没収されうることとされております。しかしながらその刑事施設への収容につきましては、いわば被告人を保釈等される前の状態に戻すものに過ぎず、また被告人の中には納付した保釈保証金を放棄してでも逃亡するものもありうることに考えますと、これらは抑止力として十分ではございません。でそもそも保釈等された被告人は公判審理の確保などを目的とする潜在的な公金作用のもとに置かれていて、召喚を受けた公判期日に出頭しない行為は国家の潜在的な公金作用を侵害するものであると考えられます。そこで本法律案におきましては、保釈等された被告人が召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しない行為について2年以下の拘禁刑に処することとしているものでございます。また本法律案におきまして、公判期日不出頭罪のほか、保釈の取り消し執行後に出頭命令に違反する行為を処罰対象とする罰則を設けることとしておりますけれども、いずれの場合も召喚や出頭命令をまず受けている、でそれに違反しているということが要件になるために、それ以前の逃亡を防止するための罰則が必要でございます。そして指定された期間を超えて制限住居から離脱するという行為は逃亡の客観的な現れと言うべきものでございまして、国家の潜在的な公金作用を害すると考えられます。そこで本法律案におきましては、裁判所が指定する期間を超えて住居を離れ帰着しない行為について2年以下の拘禁刑に処することとしているものでございます。本村信子君。でその正当な理由によって処罰を制限しているという話なんですけれども、そもそも正当な理由がいかなる場合に認められるかというのが不明瞭でございます。で予測可能性が害されているというふうに思います。で後半に出頭することが急に不安になった、いろいろな精神的な状況もあるというふうに思うんですけれども、不安になったとして出頭せず制限住居にこもっているような場合は正当な理由だというふうに言えるのかという点をお伺いしたいと。でこの処罰の制限は先ほど申し上げました、権欲性ということについて疑念を払拭させるものではないのではないかというふうに思いますけれども、その2点お伺いしたいと思います。松下刑事局長。お答えいたします。まず正当な理由がなくという点でございますけれども、一般に刑事訴訟法上その正当な理由がなくというのは、そのものの責めに帰すべき事由があることを意味するものと解されておりまして、正当な理由がなくという、その本改正法におけるその正当な理由がなくという言葉もそのような意味で用いられることと考えております。その上でどのような場合に具体的に正当な理由があると言えるかにつきましては、個別の事案ごとに収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄でございますけれども、その先ほどの委員ご指摘のように、
裁判を受けるのが怖いので出頭できないというその家にこもってしまうというようなことがその果たして正当な理由と言えるのかどうかということにつきましては、まあ、それぞれ の, その事案ごとに判断されることになるのかなというふうに思いまして、私がここでこう当たる当たらないということをちょっと申し上げることが難しいということをご理解いただければと存じます。本村信子君、はい、時刻になりました。はい、基本法であるこの刑事訴訟法の審議ではやはり参考人質疑などをやっていただき、有識者の方から十分な意見表明をしていただくという慎重な審議が必要だったというふうに思っております。でやはり、短時間でのこの採決というのは認めることはできないということを強く申し上げ、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。日本共産党代表し、刑事訴訟法等改定案に対して反対の討論を行います。保釈中の位置測定端末による位置情報の把握は、刑が確定していない被告のプライバシーを侵害し、行動の自由を制限し、かつ抑止的効果にも疑問があり認められません。逃亡防止のためといいますが、現に保釈事例の 99% において被告人の逃亡は行われていません。位置測定端末装置装着装置の立法事実として挙げられる海外逃亡は、カルロス・ゴーン氏の密出国事件のみであり、かつ逃亡の意思の固いものであれば、端末に充電することなくバッテリー切れを待って逃亡するなど、抑止的効果にも疑問が投げかけられており、立法事実があるとは到底言えません。本法案では海外逃亡の恐れがある場合に限って認め、一定の限定がなされていますが、検察官や検察事務官は裁判所の許可を得れば位置情報を把握することができます。また国際線国際航路を利用可能な港湾や空港は全国各地に存在するため、立ち入り禁止とする区域は非常に広範な範囲に及びます。具体的にどのくらい空港や港湾に近づいたら保釈条件違反となるのか、施行後5年で整備する位置測定端末の性能によることとなり、具体的な権利侵害の危険性が不明のままです。次に、起訴状等における被害者の氏名等の秘匿制度についてです。性犯罪被害当事者にとっては、個人情報が逮捕状や起訴状などの刑事手続きによって加害者や悪意の第三者に伝わり、重大な人権侵害を伴う報復、誹謗中傷などの二次被害を受ける危険性があり、未然に防ぐためには、性犯罪やストーカー規制法違反、児童福祉法違反などの事件について一定の措置を取ることが必要です。しかし、本法案では強制性交等罪、強制わいせつ罪、児童福祉法違反、児童回春、児童ポルノ法違反だけではなく、他の事件も対象となります。個別事案ごとの具体的な事情を踏まえて判断すると答弁がありましたが、氏名等秘匿が不必要な事件における被告人の防御権を侵害する懸念が払拭できません。基本法である刑事訴訟法改定については、参考人など有識者から意見聴取をし、慎重な審議をすることが必要です。にもかかわらず、参考人質疑も行わず、短時間の審議で採決するなど許されません。審議の継続を求めて討論といたします。